芝浦,浦工業大学は女子比率を上げると宣言してましたがなんとこの2024年4月入学者ついに26.6%に達しまして女子3割っていう目標はもう実現寸前です上の学年はまだ男子多いとはいえ大学全体でも21.8%なお工学分野の全国平均は15.2%です すいません、これ僕、もっと低いと思いました。でも、明らかにかつてに比べれば女子比率高まってますね。で、中でも芝浦は女子を増やすってことに対してめちゃくちゃ熱心で、とうとう3割いきそうです。女子の比率だけ増やすんだったら、正直、女子好みの学部学科をどんどん作っちゃえばいいと僕なんか考えがちなんですが、そういうせこい手は使わないで、きちんと工学部、工業大学でえ女子比率を上げてると。芝浦工業大学が、 女子を増やすためにやっていることとしては、もう2018年から女子推薦をやってて、今年は75人入っている。さらに、成績優秀な女子は入学金の免除。それから、女子校と連携して1週間の研究室体験インターンシップ。さらに、女子高校生保護者向けのオープンキャンパスをやるといった取り組みをやっていて、いよいよ30%に近づいてきたと。 いうことで、もう毎年毎年目に見えて女子学生が増えまくっている。そして、女子推薦は2018年にスタートしたものの、翌年激減し、非常に低調だったんですが、2023、24年度と爆上げで、これはやはり国立大学で女子推薦、女子枠が増えてきたことで、芝浦高大も影響を受けていることは確実であろうと思います。僕自身は、 その女子枠についての議論は一切しませんので、皆さん、女子枠なんかけしからんというコメント、よそでやってください。私は別にあの否定も肯定もしない。私は常に起きたことに対処するっていうスタンスなんで、女子枠があるんだったら使えば良いというふうに考えています。そして、女子校との連携ということで、芝浦が女子校の囲い込みをやっていますで、えー。首都圏の山脇学園と昭和女子大付属と、 アトミあ失礼、実践女子の高校と、まあ、連携協定を結んでいる。これはもっともっと女子校の囲い込みっていうのはまあ増えるんじゃないかなっていう気がしますね。で、連携した女子校では出張授業、芝浦工大でインターンシップ、それから、えー、理工系分野の探究活動の支援ということで、理系に、女子に理系に興味を持ってもらおうということを、まあ、一生懸命やると。この研究室でインターンシップができるというのは、連携協定を結んだ女子校の生徒が 1>, 1週間、夏休みに大学の研究室にやってくるということで、2023年度はなんと6校56人となかなかの規模ですね。高校生の希望をもとに機械、建設、情報、化学など23の研究室に分かれて、専門分野のテーマ設定から研究発表までをやる。これすごくいいですね。他の理工系大学も大いにやっていただきたいが、誰でも来ていいようにするのか、その特定の女子校を囲い込むのかで、実は誰でも来ていいようにしちゃうと、 えー、公立進学校とかが来ちゃって、あんまりその比率が上がることには貢献しない、もともと女子で理工系好きが来ちゃうだけだったら、どうなのかなという気がしないでもない、まあ、やらないよりはやったほうが良い。で、土木工学科のマテリアルデザイン研究室で強いコンクリートを作るみたいな、普通に考えたら女子が来なさそうなテーマ、こういうところに割りふることができるっていうのは、素晴らしいなという気がします。 あとはその女子だけのオープンキャンパスですね。大学全体のオープンキャンパスやると男子ばかり来ている、来てしまって、逆に女子受験生が引いちゃう可能性がありますから、女子向けミニオープンキャンパスというのはまあやってもいいんじゃないかなと。人数自体は少ないんですが、やってくる生徒さんはかなり高い確率で理工系分野行ってくれるんじゃないかなっていう感じがしますね。この男子もいっぱいいるオープンキャンパスじゃなくて、その女子対女子ですね。女子学生さんとか、そういう方と、 まあ、お話ができるというのが、まあ、非常に助手受けするのかなという感じもしました。まあ、よくやりましたね、こういう企画。さて、島浦恒大と組む高校側の事情をみ見てみましょう。実践女子学園中高ということで、えー、実践女子大に行く人は2割ぐらい。であとは、この表によると、早慶、上理 ICU、マーチングには憧れてるけど上位。 一割強ぐらいしか行けないという学校なんで、その、そのマーチに手が届かない感じの高校で、まあ、ニットコマーセン増やしてもしょうがない。まあ、特に文系はね。だから、高校自体が現在、理、理工の生活科学19%ってことですけど、これ、かなり生活科学入っちゃってると思って、この実践高校は、いわゆる理工学部にはほとんど行かないのではないか。かなり少ないんだと思います。 なので、この人たちを理工系にしたいから、芝浦と組んでるんじゃないのかなと。山脇学園高校も、えー、EC 薬保健系は16.2%もいって多いんですよ。まあ、女子校はこんな感じですよね。成績優秀になってくると、医学部、薬学部、看護あたりは大人気なんですが、理工に行かない。9.7%。山脇はこの理工を増やしたいんでしょうね。ということで、 理工系学部にシフトしたい女子校と理系女子を増やしたい工業大学はウィンウィンの関係でこういう都会の今まで文系色が強すぎた女子校が芝浦のような理工の大学に行くっていうのはウィンウィンの関係なんでこういう連携協定的なものはどんどん増えていくのではないかただえ女子校側はプライドが高いのでおそらくマーチ以下の工業大学は嫌なんだと思う。 そうなってくると芝浦ばっちりよという感じでとうとう芝浦の女子学生比率が3割に達しそうだというニュースをご紹介しました。